昨日勤労福祉会館で比嘉さんを歓迎する演舞大会がありました。そこで特別演技を披露したわけですが、これはあれですか、2枚の板を。そうですね、これはあの板2枚をですね、2本の指で、中指薬指2本で終わるわけです。抜けてですね、2本抜けて、それは親指だけで、次は親指1本で、はい、そうです。すごいもんですね。でも一応一生懸命鍛えました。もうあちら普及するためにはもういろいろ変わったことをやらんとですね。今度は5枚の板を手の甲ですね。そうですね、これは手首ですね、はい、手首の方で、はい、あります。これも一応空手の技なんかそういったあの入っております、肩の中ですね、うん、相当ダイナミックですね、はい、昨日は大勢の人たちが見ておりましたが、そう、1000名ぐらい来ておりました、うん、おかげさまで大成功に終わりましたも。後ろ回し蹴り、ちょっとこの高さが低いと頭を打ってしまいますね。まかり間違うと相手の頭をですね、結局蹴ってしまうわけです。それだけに的確性が要求されるわけです。これあの飛び回し蹴り、ね、はい、飛び上がってくるわけですね。おさめちをマットをやるためにちょっと難しい技ですけど、はい、すごいもんですね。ジャンプ力も訓練が必要ですね。そうですね。次は、次はですね、これはあの今度自分でも初めて沖縄で試みました、うん、アメリカではあのこれはあのサンガマチをですね当てて割れましたけど、こちらでは今度10キロのハンマーでシネを当てですね、はあ、瓦5枚を一応挑戦してみました。一応守備よく行きましたけど大丈夫なんですかね、足は。まあそれ日頃からも一応シネ、うん、一応手足ですね、一応鍛えておりますので、はい、これ今度は瓦が10枚になって、そうです、5年ほど前5枚やりました RBC の、 あの土曜ワイドショーで、今度10枚ですね、はい、それを2倍にしまして一応やってみました。うわー、成功しました。これが割れんと、まあ、手が折れてしまうわけですね。まあ、一応鍛えてもやっぱり10キロのハンマーで打ちますから、思い切ったことですね。まあ、アメリカであのそれも何時